にありがとうございます。これよりロープウェイは標高290メートルの眉山山頂までご案内いたします。さて、登っております山は眉山眉の山と呼ばれます。万葉の歌人船の大きには西方遥かの海上に見える山を眺め、和山と雲井に見ゆる阿波の山、かけて飛ぶ船泊まり知らずのと読まれた歌に由来していると伝えられております。四季折々に桜や紅葉など市民に親しまれている徳島市の象徴ともいうべき山でございます。町の方をご覧くださいませ。左側に見えておりますのは吉野川でございます。日本三大暴れ川の一つで四国三郎とも呼ばれております。吉野川が流れ込む目の前に広がります海は紀伊水道です。眺望の良い海は紀伊半島の山、また前方左に淡路島、そして鳴門の間に全長1629メートルの大鳴門橋をご覧いただきます。そしてこの大鳴門橋の下には瀬戸内海と紀伊水道の海水の干満によって落差が生じ凄まじい潮流となってできる鳴門海峡の渦潮を見ることができます。さて、山頂からは徳島市内が大パノラマでほぼ一望できます。また夜景も大変素晴らしく、日本の夜景100選にも選ばれています。まもなく山頂駅に到着いたします。お降りの際はお忘れ物などございませんようご注意ください。ご案内は FM 徳島パーソナリティ山田さんでした。これからも伝えたい。